Hello, everybody, and welcome to today's match. この時間はスコットランド対パリ・サンジェルマン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームが行われるこのスタジアム、サポーターの声援がスタンドにこだましています。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中、シュートパリ・サンジェルマン相手に先制。このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。そうですね、キーパーはノーチャンスですよね。今のは分かっていても止められないでしょうね。さあ、スコットランド、この早い段階で先制しました。しかしいいゲームの入りになりましたよね、はい、これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に捉えた方はこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど。デニウソンからロナウジーニョ、シュート、ジーナー、やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。スコットランド、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れておいた方がいいですよね。ベン・イエデルからムバッペ、コースを狙った。これはオフサイドです。前半17分を経過。パリ・サンジェルマンとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。ここですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。クリアです。これは繋がりません。これは合いません。デパイからデニウソン、枠をこらえています。スコットランド、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティ、フィールド、キーパーこれよく止めましたね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯で局面でボールを失わないことが大切ですよね。取らないですね。浮き球を使う。パリ・サンジェルマンとしてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかがポイントですよね。無理せず後半狙っていくのか、それともリスクをかけて同点狙いに行くのか、この時間帯はその意識によって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ベンチはそこをしっかりピッチに伝えないといけないですよね。デニウソン、ロバートソンへ、裏を狙う、カバール、スペースへ、シュート、うわー、これで差は2ゴールになりました。ただいまの得点シーン、奪ってからが早かったですね。いかがですか。そうです、ここで6分、前半終わりの声を聞きました。いやー、これスタートです。さらに得点が増えてしまうとちょっと厳しくなってしまいますからね。まずはシュート、ディーダのセーブ。いやー、今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。
決定機を阻止しました。ヘッドだ、よく止めた。惜しい。相手は高さありますからね、足元を入れていくのも一つですね。高い守備陣がヘッドで崩すのは難しいか。バレッラからカフー、パリ・サンジェルマン4本目のコーナー、スコットランドはまだありません。ベン・イェデル、ここはかわせません。スコットランドとしては突破できませんでしたけどもね、なかなかチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですね。裏を狙っていきます。グリーズマン、ここは読んでいました。エルナンデス、打った。The attendance for this match was 72,306. 思い切って狙ってきましたよね。まあ、相手よりシュート数少ないので、そういった意味では積極的でいいと思いますけどもね。Substitution on the field. Number 10. Scotland はここでベンチに動きます。Number 15. Federico Valverde. Number 14. さあ、つながるか。Luka Modric. Number 20. Intercept. Mr. Ben Yedder. こんなキックが続きます。Coming on the field.Number 9, Paris Saint-Germain. Kai Havertz. Number 7. Number 18. Neymar. Number 5. Richarlison. Intercept を狙う。自分で行く。アンドリュー・ロバートソン。チュアメニから左サイドデリフト、このボールをカットします。このボール奪いに行きます。リュディが流れを止めます。裏へ届くか、リュディガー。パリ・サンジェルマンとしては今日はちょっと気になってなかったですけど、このまま終わってほしくないですよね。さあ、カウンターだ。ビエラ、バレッラ、カットに行きます。このボールはつながりません。このボールに触ります。 There will be 3 minutes added time. ユディガー、ここはカットします。ここで笛です。2-0、パリ・サンジェルマン敗れました。北澤さん、